皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も仁王2遊んでいきましょう。さあ前回はメインミッションの菊池に待つもの、おそらくこの終盤過ぎたぐらいまでやってきました。で今日ねショートカットを通ってできればボス戦かな。まずこっちバーッと登って、でここに敵いる。この先にさらに、あ、そうそう、左か、先というかまずこいつを殺す。ぶっ刺す。くっそ、こいつ呼しゃくな。はい、そうで、そこのヤマンバハウスがあって、今日こっちなんだよな。あれこれいなくなってる、なんで。確か前回ここにあれがあったはず、強キャラの。倒してないと思うんだけど、あれ変動すんのかな、それかやっちゃった。よし、ぶっ刺す。からのこっち。もう何投げたの今の。こいつじゃない、もしかして。これ回復かな。このライフはまずい。死ぬライフ。早く、ソハヤの里へ。振り向かないで。ソハヤ州、あの仮面の連中ね。あ、で、ムミオがいる。ずいぶん遅かったわね。途中で死んだのかと思った。鳥みたいな赤目を見た。先回りしてるみたい。見たよ。この先も気を抜かないで。これは選別よ。ありがとう。招きのドリン、なんだこれ。ちょい見てみよう。招きのドリン、土鈴、これですね。招きの奴隷、使うとすねこすりが呼び出される。じゃあせっかくなんで使っとこう。よし、さあこれでここに、おーし、再び社、これ近いな。あやかしを誇りて死すは本望、これが我らの誇りよ。あー、このムミオね、もしかしてここの出身なのか。なんか BGM 的にそうっぽくない？感動的な BGM。おい、そこ、あ、こいつは強いぞ。カラカサ強い。ちょい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 。いや、待って、この距離感よ。くっそ、強技を連発すんな。あとあの、そっちの鉄砲マン、ここいそうだった、あいつ。待ってね、児玉ちゃんいないな。と下にあいつがいる。なんとなく振ってこっち。あー、ここはこれむずいのか。あいつじゃない、しかも。となるとこっちなのか。いや、そこ怖えな。まずやっぱこいつかな。あの、そう、あのツッコミ、あれやばいっす。半分ぐらい取る。よし、ここ大丈夫？児玉ちゃんいないかな。あとね、このゲームサイドミッションとね、大まか解きミッション、あれがね、まあむずい。今んとこ多分全部潰してるんだけど、敵のなんていうの、構成がね、割と適当で、すごい殺しに来てんの。コメントでもあった、パーターでさ、はい、ブンブンからの3発目。はい、よし、差し込んでちょっと引いて、ブンブン3発目。はい、あれが一番取りやすい。ドン、待って、復活した。よし、さあ2等スキル、これいいぞ。スキル溜まった。ちょい待ってね。で、砥石もらって、ここでスキル習得。二等スキル。これでですね、これかな？風神3。風神からの三角追加入力。
すべく2回切っていける。ペンペン蹴ってペンペンっていう。これは強いんじゃない？で、中下段構え専用。で、さらにこの先突き影。これですね。弾かれた際に回り込む。これもなかなか便利そうね。弾かれたら三角ボタン。よし。これになってんの？今の。いや、一発になった。ちょっと待ってね。これ分からんな。まず気力を貯めて、タイミング。連打じゃない。あ、ここね。ちょい早めか。これね、地味むずいな。蹴りがちょい出た瞬間ぐらい。ミスるとこうなる。あ、これむずいな。そう。寝押しっていう感じで、これは慣れていかないと。ちょいむずくない。あー、上に、あれか、大筒ね、鉄砲じゃない。鉄砲よりもやべえやつ。よし。しかし殺す。あと、こいつがいる三つ八面？三つ八目？こいつ一発ができんだよな、しかし。ここは慎重に行く。スタミナを貯めて、投げ。はい、おし。おし、今の。ただ、これ、混戦になってるところわからんな。はい。かなり遅らせて突っ込んでくる。あとブーンって振りとかのこいつでかいんだな。両手でペチンって言ったら1000ぐらいかかった。もうちょい。あー、なんか痛い、あー、まずい、まずい。ババイタ、クソ。おー、ブラブラブラ、回復、回復。あっぶね、こいつ。何してん、こいつ。待ってね、技を出したい。そう、これです。あれ、どうなんだろうな。なんか、もうちょいね、もうちょい火力欲しいな。さて、ババアハウス、よし。と、三つ目八面。三つ目八目。よし。さらにお宝取って、そこにゲートあったな。ここら辺、こだまいそうじゃない？ん？いましたね。よし。やっぱそっちかな。ここら辺他に何かある？アイテム。あ、これそっちも行けるんだ。海辺かな。なあ、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 なに、え、なの、なんのと、あの上のあいつか。あ、なるほどね、びっくりした。何かと思った。こいつか。よし、この上ショートカットがある。どう行くんだい？ここから、あ、これ海辺かな。どう行くんだい？おそらく海辺から行くんだと思う。じゃあ先そっちかな。ここからじゃない？違うの？己あやかし、一匹の子ら狩り尽くしてやろう。あ、違うな。多分どっかになんかあるんじゃない？あ、こっちかな。あ、ここ、ちょ待って、アイテム。まずアイテム。おお、浄化された。痛い、くそ。あの技はね、ちょ意識しない方がいいな。よし、あぶね、今の。ただあのブスチンなんで。ああ、まずいまずい。おい、回復。バカかそれ。いや、ここでブンブンいかんて。危ねえ。今のは死を確保した。危なかった。え、ここ何？あ、これお札だ。塗り壁かな。おい、剥がすな。絶対だ。
さ背中を取ってこれでん？あ、普通にこう繋がって終わり。なんだこれ。え、あのさ、そこの上行けない？どうやって行くんだろう。あ、これこっちか。こっからなるほどね、こう行くんか。こう来て、で、こう渡って、なんかいる。落っことす。オサがいてくれたら、あんな奴なんかに。あ、これそれで壊滅したんだ。はい。で、3発目。来ない。待て。回復。はい。あ、ブルブル。あー、下いた。あれは多分エリア外。死んだと思う。放置。で、これがショートカットかな。で、こっからさらに上行ける。多分ボスそっちでしょ。ムミョちゃん、敵はわしが取る。ノーダメージで。もし、さあ1発もらってスキルポイント。あれ、なかなかうまいわ。この奥だ。ここはやっぱ槍かな。さあ、こいつか。タタリモッケ。どうすか、また。あ、多分スタミナはそんなにない。あー、ただ火力はすごいな。あー、待て待て待て。ちょ、待てよ。火力。突進、あれは取っていける。よし。さあ、多分こっから特闇、あ、ですよね。これのパターン。あ、これあったぞ。これ戦闘しながらこれやれと。バカ言うんじゃないよ。じゃあここは妖怪か。まずこいつ、よし、こうした。 OK で終わった。妖怪か、終わり。いや、これノーダメージ、これきついな多分。あの発光はあれは何、強技なのかな。2発。つっつきも2発。吸いばみ。ブルンクル。これ。で、人間性だろう。あー、このボスターのおダメ、これむずいわ。感覚的にわかる。で、さらに、あれだろう。ここ闇。あ、で、またあれあるし。これどうする？これをどう効率的に壊すかゲーですね。よし。いや、きつい。だってあれやってる最中さ、無防備だもん、こっち。ちょっとスタミナを貯めていて、ペチられた。で、回復し、残り1000薬2個。これ終わったな。2発。あの、突進やっぱ取るべきかな。スタミナ貯めて2発いって、さあここは叩いていく。ただこれ復帰早いんだよね。ほら、全然ボーナスじゃない。くそ、そってんな。ここにある。
よし。あ、ダウンした。ぶっ刺す。あ、復帰かい、こいつ。ずるいよ、そんなの。はい。いやー、待って、今取ったと思った、マジで。投げ。回復、ラスト回復。ラスト侍的な。2発。さあ、回避かけて、もうちょい。銃殺すんぞ、それ。はい、2発。よし、見きた。やったー。いや、これ、ノーダメ。いけるかな、どうかな。むずそうだな。Yep.
ちょい待ってね。で、玉城、そう。まず玉城取って、あとこっち。たたりもっけ。あれ、馬刺しユッケみたいな。さあ、これでミッションクリア。やっぱりその小刀は幼い私を拾って育てたのは祖林衆。掟を守り、あやかしを借り続けてきた。祖林の刀が光を取り戻すとき、常闇を払い、亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。おーい、な、松永断じを久秀、信長様の道案内に参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。柄にもない真似を。あれはお味方ですから。あれはしんがりが追いついたぞ。秀吉め、さあこれでミッションクリアの木口に待つもの。遊具の加勢もない中、うまく道を切り開いたな、秀の字。まったく光秀殿の軍勢はどこで何をしていたのやら。ともあれ、信長様がご無事で何よりだ。信長様は、松永久秀殿の手引きで岐阜に戻り、反撃の支度に取り掛かりを早速ゲージを飛ばされた。俺たちも休んでる暇はないぞ。にしても、無名が祖林衆だったとは。半分あやかしのお前を敵視してたのも頷ける。まあ、お前らの水が埋まったならよかったよかった。今後も頼りにさせてもらおう。で、報酬ゲットと、たたりもっけと、この子ね。この子の読み方、ここに書いてないか。三目あずら、もしくは三つ目八面。で、これなかなか強いな。レベル52。しかもコスト4。
全ホイレーザーと畳もっけ、これもコスト5。これは、人間性か、遠距離武器。ただそのやっぱステータス的に優秀かな。43の33、36の40。さあどうね、今回も時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回はメインミッション、これですね、死山氷河かな、ここに向かっていきます。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回に O2 でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。